が来て、なんか買うとかっていうのはやってないんです。販売所じゃないんです。営業所っていうその事務所で、ただこう朝にこうみんなが集まって、なんかミーティングみたいなのして、で、そこ、じゃあ今日はどこどこ散らばってくださいみたいな感じで散らばったりして、で、帰ってきたら帰ってきたで、そこに成果とかこうね、成果とかこう言ったりとか、あとはその営業所のとこに、こう俺らがこうアポ取りに行ってアポ取ったりとかして、で、それのこうなんか、アポが取れたら、その営業所にこう、じゃあ、いついつの何時に、こう、そのね、その、なんだろう、契約の話とかこうしに行くやつの、こう、やつを、こう、なんかその営業所に報告して、そこでこう、上の人間がこうやってメモったりして、いついつに、どこどこさん家にこう行きますよっていう、そういう、なんか太陽光の説明みたいなのね。っていうのをいろいろやってるとこなんですよ。言ってる意味わかんない これ説明すっごい下手だから。そういうとこなんだ。とりあえずだから、誰かが、こう、来店してなんか買うっていうところじゃないんです。とりあえずね。っていうのだけ伝わってほしい。まあ別に、だからって話なんだけど。なんかやります？ なんかやりましょうか。使い捨ての営業部隊。まあ正直そうなんですよ。使い捨ての営業部隊なんですよ。まあ簡単に言うとね。まあ多分、そう、営業とかのそういうのやってた人はわかると思うけど、本当使い捨て要員ですから。まあいろいろね、細かいこと言うとあれなんですけど。ちょっと長くなるから言わないけど、ほんと使い捨てなんですよ。斉藤さん やります？斉藤さんやった方がいいんですか？え、斉藤さん、じゃやります？斉藤さんで本当にいいんですか？ちょっと待ってくださいね。行きましょうか。無断で人の声のせるのはモラルに反して、いや、正直もそこはモラルかけ、あれですよ、欠陥してるなってとこある、確かに。それはあります。それは思った。でも、そこは俺やります。まあ、んなこと言ったらさ、まあ、本当はダメなんだよ。でも、例えばエロイプ釣りとか昔流行ったじゃん、ニコ生とかで。ツイキャスとかでもかな。なんか、よくさ、なんかエロイプ釣りとかやって、あれ人の顔とか勝手に映したやつとか、これあっちの方がモラル。もちろん、それが、そっちの方が、斎藤さんよりもそっちの方が、あれ、絶対モラルかけ、ダメだと思うし。でも、だからといって斎藤さんが、じゃあ完璧にモラル守ってるかって言ったらそうでもないと思うけど。でも、まあ別に声だし、声だし。うるせえ、嫌だったら見るな、バーカしねえ、ゴミ。別にいいじゃないか、声ぐらい。あ、もちろん、モラル完璧に守ってるわけじゃないけどね。そこは認めるけど。あ、もしもし。あ、もしもし。あれ？これ、スピーカーフォンの？なってるのかな？あ、もしもし。あ、聞こえますか？あ、どうもどうも。え、今、何してるんですか？ゴロゴロしますね。ゴロゴロしてるんですか？あ、マジっすか？どうしますか？なんで今ゴロゴロしてるんですか？なんですか？それは体的にもしんどいんで。体的にしんどいんですか？仕事をやってきて疲れてるとか。バイトとかですね。
あ、バイトとかですか。はい。あ、マジか。どういう系のバイトしてるんですか。居酒屋ですね。居酒屋。はい。ええ。居酒屋か。居酒屋のバイトって大変そうっすよね。大変っすよ、そら。だってなんかすげえ酔っ払いとかいそうだから、なんかタチ悪いやつとか絶対いるじゃないですか、あんなの。俺絶対居酒屋のバイトだけはしたくないなって思いましたもん。おるっすよ、結構。なんかこう、自分酒飲まないんですけど、友達の付き合いとかでたまに行くんですけど、中にはなんかこうね、酒入ってわけわかんないようなんで揉めてるやつだとかいるじゃないですか。うわ、こんなのいちいち対応するのめんどいだろうなと思って。で、それでいてそんなに給料だって特別高いわけじゃないじゃないですか、多分。まあそうっすね。だからね、なんか居酒屋のバイトってのは俺正直損してるなって、まあ別に損してるって言い方も変なんですけど、なんかその大変な分、なんか時給がその分上乗せされてるってんだったらまだなんかわかるんだけど。でもまあ面白いっちゃ面白いっすよ。あ、本当っすか？はい。なんか例えばパチンコあるじゃないですか。パチンコ屋とかほら結構負けた客とかがなんか結構、あーみたいな、うぜーみたいなやついると思うんですよ。でもその分、それはあ、あんま見たことないっすね。あ、本当っすか？パチンコ屋の客ってやっぱり客側が基本的に負けるようになってて、そうするとほら結構トイレに嫌がらせされたりとか、店員に当たるみたいなやつもたまにいると思うんですね。で、なんかそういう、あとはなんかこう、うるさかったりして大変だったりとかもすると思うんですけど、あ、切られた。なんだよ、こいつ。その分時給高いっすからね。うん。でも居酒屋の店員って本当俺損してると思う。まあ、あんまり人がしてる、仕事してるあれを批判するのもあれなんだけど、絶対ね、酒、だって居酒屋って基本酒飲むとこで、絶対酒に酔うとさ、なんか変な人たち絶対ない。その分さ、時給がさ、多少上乗せされてんだったらまだしも。いや、これ昔俺本当思いました、僕。お前は人生損してる。確かに俺よりは損してないかもしれない。いやそうっすね。なんかね、いいバイトとか、まあ、世の中ね、バイトなんていっぱいあると思うけど、いいバイトったらなんだろうね。リアル社会に興味津々。そうっすか。いや、なんか別に俺が仕事してないから、仕事してる人をいちいち悪く言うなってのはわかるけど、ただ居酒屋やってるっていうか、なんとなく俺の意見を言っただけじゃないですか。別にそんなバカにしてるわけじゃないけど。なんか損だよねっていうのをちょっと言いたかっただけですよ。まあ、それが、バカにしてるって思われたら、それまでなんだけど。別にいいじゃん。そんな厳しい目で見てないって別に。斉藤さんだぞ、だって。斉藤さんだぞ。斉藤さんでね、誰だかわかんない人に、ね、こう、出て、そんな自分が居酒屋やってますっつって、わけわかんない、誰だかわかんない人に言われて、それ損してますよね、なんか。だってなんか大変そうですもんって、大変なところも言って、だから、それで時給がさ、上がってるわけじゃないから、ちょっと損じゃないっていう自分の考えを言って、それでバカにしてるとか、そんな厳しい目で見ます？通話の相手とか。そんな厳しい目で見ないでしょ。状況を考えろよ。君たちは俺のことをね、俺のこと知ってて働いてないからってんです。いちいちそんなこと言うなって、そういう目で見てるから。そういう厳しい目で見てるから、君たちは言ってるかもしれないけど、この通話してる人はそんなにね、別に厳しい目で見てないから、君たちみたいに。それ君たちじゃん。君たちが、例えば俺の動画でさ、俺の動画で自分で稼ぐのは許せなくて、他人が稼ぐ分には、俺の動画、あ、俺の生放送見逃したからありがとうって、そんなわけわかんない理論あんたらやないか。自分が自分の動画で稼いじゃダメで、自分の動画で他人が稼いだら OK っておかしな話じゃない。厳しい目でも何でもないわ。うんこみたいな目で見てるだけやん、そんなの。踊ってください。あ、風さんありがとうございます。踊るんですか？もう12時だからな。どんどん言っても、多分ちょっとあれなんで、ちょっと斉藤さん行きましょう。って言ったので、これスピーカーフォンなってないぞ、これ。もしもし。これか。